ボルシア・メンヒエングラートバッハは、ドイツノルトベストファー練習メンヒエングラートバッハに、本拠地を置く、サッカークラブチーム。メンヒエングラートバッハ、グラードバッハとしても知られ、ボルシア・メンヒエングラートバッハと表記される場合もある。ボルシアとは、ラテン語で、プロイセンの意味で、旧プロイセン王国地域のサッカークラブには、ボルシアを関するチーム名が見られる。 1960年代から1970年代にかけて国内外で強さを発揮、攻撃サッカーの伝道と呼ばれていた。リーグ優勝5回、UEFA カップ優勝2回などを果たし、ドイツ国内ではバイエルンと常に覇権を争ってきた強豪クラブであったが、近年は長い低迷期にあった。2006から07シーズンもマルセル・ヤンセンなど、 国内外の代表クラスの選手を要しながら最下位に沈み、クラブ史上2度目の降格が決定した。ただ、2007から08シーズンは、第9節からブンデスリーが2部の首位を守り続け、一部昇格を決めた。2008から09シーズンは、開幕から低迷し、2008年10月に、要する深い監督を解任。チームを残留させる実績のあるハンスマイヤー監督を、 迎えたが、シーズンを通して、残留争いを続けた。MF マルコ・マリンは4得点13アシストの活躍を見せていたが、終盤戦では、守備に難があるマリンを先発メンバーから外し、15位で残留を達成した。残留に貢献した MF マルコ・マリン、MF アレクサンダー・バウム・ヨハンが抜けた穴に、MF フアン・アランを、MF トルベン・マルクスを獲得し、 新監督には、アルミニア・ビーレフェルトを、ツバイテリーガーに降格させたミハイル・フロンツェックを迎えた。2011から12シーズンは、マルコロイスや、フアン・アランゴを中心とした、攻撃陣と、DF、ダンテやジ k ケーテ・アシュテーゲムを中心とした、守備陣が開幕からハマり、ファブレ監督の元四4位でシーズンを終え、2012から13シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。 2020から21シーズンのチャンピオンズリーグでは、グループステージで、レアルマドリード、インテル、シャフタールドネツクと同組になったが、シャフタールドネツクに2戦、合計10から0で勝つなど好調を維持し、レアルマドリードに次ぐ2位となり約40年ぶりの決勝トーナメント進出を決めた。地元での人気は高く、ホームスタジアムを、スタディオン・イムボルシア・パルクへと移した2004から0後、 シーズン以降の4シーズンは2部でのシーズンとなった2007から08シーズンも含めて4万人以上の平均観客動員を記録している。特に1部でのシーズンであった2004から05から2006から07シーズンの間は4万7000から4万9000人の平均観客動員を記録した。1969年6月には訪日し、日本代表と4試合を行い、 三勝 1>, 1分であった。エンゴロ36ホフマン23シュティンドル13ヘアマン7クラマー6ノイハウス32ベント17エルベディ30ギンター28ライナー18ゾマー1カッコ内の国旗はその他の保有国籍を星印は EU 県外選手を示す。オリバーのイビルとマスコットのジャンター。ありがとうございます。